最新技術を活用した農業、スマートアグリの体験や研修ができる拠点が長岡市須吉町のアグラッテ長岡内に新設され、オープニングイベントが行われました。このスマートアグリの拠点は、最新技術を活用した農業、スマートアグリの普及と、子どもたちが農業に興味を持つきっかけ作りを目的に、長岡市が整備したものです。オープニングイベントには、長岡農業高校の生徒をはじめ、農業に携わる人や一般の親子などが集まりました。農業が取り巻く環境は非常に厳しい中、長岡市では農作業の効率化や作業負担の軽減を目指し、スマート農業の普及を進めております。人間の食を支える重要な農業がきつい、汚い、危険のイメージから脱却し、先進的な農業に生まれ変わり、儲かる農業になることを願っております。体験イベントでは、参加者たちがスマートアグリの機器を操作しました。それで前に、現在体験できるのは、ラジコンで操作できる草刈り機や農業用のドローン、自動運転装置をつけたトラクターなどです。体験・研修のコースは、一般の親子や学校などを対象とした初歩的なものから、農業に携わる人たちや関連団体を対象とした本格的なものまで4種類あります。参加者たちは最新のスマートアグリの機器に触れ、体験を楽しんでいました。楽しかった。どんなところが楽しかった？動かすとこ、草刈り機のラジコンが動かすのが楽しかった。自動で動くトラクターとか、なかなかこう農業とそういう自動化された作業っていうのがすごく新しくて良かったです。スマート農業自体は興味があって、自分でも取り入れられたらなと思ってこれに参加しました。作業をサポートするような形のは体験したことがあるんですけど、今回のように完全に自動なトラクターは初めて体験したので、貴重な体験になりました。米農家になりたいなと思ってます。普段こういう自動化とか自動操縦とか、そういう機械でやってないので、すごく楽でいいなと思いました。積極的に取り入れて楽していこうと思います。スマートアグリの体験・研修は事前予約制です。スマートアグリ長岡のホームページからコースを選んで予約してください。